第15回になりました。今回は、常滑営業所に来まして、立体倉庫から、商品を取り出して、無人搬送機で、品物を自行店にリリースするっていうところまで、お見せしたいと思います。じゃあ今から、自動倉庫から、ピッキングしまして、商品を取り出したいと思いますのでお願いします。はい、この無人立体倉庫は、名古屋営業所からでもピッキングすることが可能です。名古屋から、南蛮の、生産の南蛮の品物を出してほしいということをお願いすれば、自動でピッキングしてくれて、最大、35秒ぐらいで、製品取り出すことが可能です。はい、今選んできました。はい、これが、自行艇の、コンベアまで、自動的に物を運んでいきます。障害物を避けていきますので、途中で障害物があっても、自分で考えて、道を選んでくれます。ここからまた品物を積むんですけど、これもまた自動で積んでいってくれます。行き先を指定するとまた次の自行艇に、きちっと運ばれます。人間が動くとですね、持っていく間に違うことを始めちゃいますので、離れたところに持っていくのにはやっぱりロボットを使わないと、違う作業を始めなくてもいいということで、こちらのロボット、タッチパネルが搭載されていますので、指定の秒数待機してほしいときや、しばらく待ってほしいといったときは自分で待機秒数を伸ばすこともできますし、もう次の工程行ってくれというのであれば、こちらの GO ボタンを押していただければ即座に次の工程へ移動します。そしてこちらのロボット、フロントレーザーなどのいろいろなセンサーがついていますので、人間が目の前に来てもちゃんと自分でルートを考えてまた所定のルートに戻っていただきます。なので工場内で人間とロボットが共存できるというのが最大の特徴となっております。パソコン上で動かすことも可能です。今こちらご覧になっていただくと、この赤いマークが見えると思うんですけども、こちらがロボットの現在位置となっております。で、今充電ドックの方に入っておるんですけども、こちらのステータスの部分で今ロボットがどういう状態なのか、今ドックと記載されておりますけども、こちらは充電中という意味で、ルートを動かしているときは次どのゴールへ行けという命令がここに表示されますので、ロボットが急に止まってしまった場合などは、ここのステータスを確認することで、どういった不具合があるかというのを確認できるようになっています。こちらすでにルートが複数組んでありますので、動かしたいロボットを選択してルートを一巡で回すか、パトロールで繰り返すかという選択ができます。で、今回は1回パトロールで繰り返します。そうするとこのモニター上ですでに複数のゴールが指定されていますので、設定されたマクロに従ってロボットは行動を行うという流れになっております。で、こちらに青い点々なのが見えると思うんですけども、こちらはロボットのレーザーセンサーが壁を感知しているという表示になっております。ロボットを走行させるためのマップなんですけども、こちらは、ロボットでこの、工場全体をレーザーでスキャンして、ロボットがここに立ち入らないでくれとか、ここを壁と認識してくれというふうに、覚えさせることができるんです。先ほどはルートとしてはこちらのコンベアの隣を通っていたと思うんですけども、優先通過ラインというものを選択しますと、ロボットは、こちらを優先的に進ませるというふうに意図的にルートを変更させることも可能となっております。はい、今回は、自動搬送機を使いました無人による搬出と搬入を紹介しました。じゃあ次回は、国内最大の自動搬送をご紹介いたします。